中央区立日本橋中学校は東京都中央区東日本橋に所在する区立中学校。学区域については日本橋地域全域。地元からの生徒より学区外からの越境通学で通う割合が多い。中央区立の中学校4校の中で敷地面積が最も狭いため運動会や球技大会などの屋外行事は近隣のグラウンドで行われる。 部活動においては吹奏楽部が有名で大会で好成績を収めており、吹奏楽コンクールアンサンブルコンテストで最優秀賞、金賞等の結果を残している。日本マーチングバンドバトントワリング協会の全国大会では通算10回編成別最優秀賞を受賞している。また近年ではダブルダッチ部が世界大会で好成績を収めるなどして、 活躍している。現学校そのものの歴史は昭和中期からの始まりだが、教育施設としての現地利用の歴史は明治に遡れるほど長い。現在の日本橋中学校は、明治に入りに野ぼ堀を埋め立てた土地を多く利用し、日本橋区馬露町より火災消失した第一大学区第一中学区11番小学千代田学校が現地に移転し使用したことに始まる。 東京市立千代田小学校と校名変更を行い、校舎は火災に強いモダンな復興小学校として建設された。後に、神田区にあった桜池小学校との合併で先桜小学校が開校となり、市立千代田小学校は廃校となる。その後昭和に東京都中央区立九小中学校が現地にて新設開校。 全日本橋地域内の中学校を合併し1974年、東京都中央区立第四中学校が開校し、現在に至る。日本橋中学校の校庭及び緑地部分を含めた中央区立千代田公園は、前期の私立千代田小学校に由来するものである。ありがとうございます。